クリスマスおめでとうございます。今日皆さんと共に聖書の御言葉からクリスマスのメッセージを聞きたいと思います。イエス・キリストの誕生の知らせは最初に羊飼いたちに知らされました。彼らが夜通し羊の番をしている時に天使が現れ、イエス・キリストが誕生した、救い主が誕生したというニュースが知らされました。彼らは驚きましたが、そのニュースを自分のものとして捉え、救い主を礼拝し、心からの喜びに満たされて帰っていきました。今日はこのルカによる福音書の2章の8節から20節の御言葉の中から、救い主の誕生を喜ぶ信仰と題して3つのことを学びたいと思います。救い主の誕生を喜ぶ信仰とはどういうものであるか。第一に、救い主の誕生を自分のこととして受け止める信仰。第二に、救い主の誕生を自分の目で確かめる信仰。第三に、救い主の誕生を心から賛美する信仰であります。この3つのことをルカによる福音書の2章の8節から20節の御言葉の中から学びたいと思います。聖書をお読みいたします。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の軍勢が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見てこようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。この聖書の御言葉の中から、救い主の誕生を喜ぶ信仰と題して3つのことを一緒に学びたいと思います。第一に、救い主の誕生を自分のこととして受け止める信仰。羊飼いたちに天の見告げが告げられた時に彼らは恐れたわけであります。しかしそのメッセージを自分のこととして捉えた。大きな喜びが与えられる、私に与えられるということを彼らはしっかりと自分のこととして受け止めたわけであります。そんなことがあってもそんなことは信じられないと彼らは思ったのではありません。彼らはすぐに行動を起こす。本当だ、それだったらば救い主のところに行こう、幼子のところに行こう。彼らの信仰、それは私たちに対する神様からのメッセージであります。2000年前に生まれた方、この方を自分のこととして受け止めて信仰を持つ、これが本当のクリスマスであります。イエス・キリストの誕生はただ単に一民族やその他の一つの枠の中に収まるのではない。ここに聖書は記しております。
恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。民全体に与えられる大きな喜び、大きな喜びをイエス・キリストが私たちに与えるために生まれてくださった、そのことを自分のこととして捉えるときに、私たちの心の中に真の意味でイエス・キリストが入ってきてくださり、イエス・キリストが共におられるということを私たちは実感しながら歩むことができるのであります。救い主の誕生を喜ぶ信仰とは、そのことを自分のこととして受け止める。羊飼いたちが持っていた信仰、それは私たちが持ちたい信仰であります。第二に、救い主の誕生を自分の目で確かめる信仰。天の御告げが告げられたときに、彼らはどのような行動をしたのでしょうか。ああ、これはただ単なる天の御告げだと思ったのではありません。彼らは天の御告げがあり、天の軍勢たちが賛美を捧げたときに何をしたのか。15節に、天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見てこようではないか、見ようではないか。自分の目で確かめる、自分で体験する、私の中に神がおられる、そのことを自分で確かめる、聖書で確かめる。神様は今の時代に私たちに聖書の御言葉を通して、神とは何であるか、救い主とは何であるか、はっきりと示してくださいます。だからこそ私たちは、さあ行こうではないか、さあイエス様のところに行こうではないかと言って、イエス様のところに近づくときに、神が私のうちにおられるということを経験することができるわけでございます。自分の目で、自分の体で、自分の感覚で、本当にイエス様がおられるということを、聖書の御言葉をしっかり読んで、それを調べて、ああ本当だということを知ることができるのがクリスマスであります。ああ2000年前の誕生の出来事かで終わるのではなく、その2000年前の出来事が私の出来事として、はっきりと聖書の中から、自分の体験の中から、イエス・キリストを見るときに、ああ私のためにイエス様が生まれてくださったということを知る、個人的な経験を私たちはイエス様とすることができる。そのためには、さあベツレヘムへ行こう、さあイエス様のところに行こう、さあ教会に行こう、さあ救世軍に行こう、神が本当におられる場所、おられるところに行くときに、私たちははっきりとイエス様が私のために生まれてくださったということを知ることができるのだということでございます。羊飼いたちは忙しい、羊の世話をしなければなりません。ここにも書いてありました通りに、夜通し晩をしなければならない。その忙しさの中にあっても、彼らは天の御告げを聞いたときに、イエス様を礼拝しよう、さあ行こう、レッツゴーと言ってイエス様のところに行く信仰、私たちもこの信仰を持ちたいと思います。最後に第3番目に、救い主の誕生を喜ぶ信仰というのは、心からの感謝の賛美、歌を神様に捧げる。彼らはイエス様のところに来ました。幼子のイエス様のところを礼拝しました。そして何をしたか、2章の20節に、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。レッツゴーと言ってベツレヘムに行って、そしてイエス様のところに行って礼拝したときに、彼らの心の中に今まで経験したことのない大きな喜びが与えられたわけでございます。神様は私たちのうちに大きな喜びを与えてくださる。イエス・キリストは私たち人間、罪の中にいる一人一人を救うために生まれてくださいました。2000年前に私たちを救うために、十字架にかかるために生まれてくださった。そしてその十字架にかかられたイエス・キリストは
3日目によみがえって死を滅ぼしてくださった。そのお方を信じるときに私たちもその命が与えられて、人間的には考えることのできないような大きな喜びをいただくことができる。本当のクリスマス、それは心からの喜び、賛美を神様に捧げる時であります。イエス・キリストは2000年前生まれ、そして私たち一人一人のために十字架にかかられました。しかしそこで終わったのではなくて、3日目によみがえったことを通して私たちに生きる希望を与えてくださいました。大きな喜びを今も与え続けてくださいます。今さまざまな問題と戦っている方がおられますならば、もう一度しっかりとイエス・キリストが私に大きな喜びを与えるために来てくださったということを感謝し、感謝の祈りを捧げて賛美を捧げたいと思います。皆さんお一人お一人、このクリスマスイエス様が共にいてくださいますように心からお祈りをいたします。皆さんお一人お一人の上に神様の豊かな祝福がありますように心から信じてお祈りいたします。アーメン。